いかがでしょうか。かき飯ね、美味しそうじゃない。かき飯こういう感じでございます。でかきフライ、かきフライもね豪華に5つも入って380円ぐらい。チャンネルです。こんにちは、たぬきちでございます。今日はですねこちら、じゃじゃーん、なんだこれ、月間特売かきフライ&かき飯弁当の 20% オフ384円、イエーイを食べていきたいと思います。ちょっとねコモディーダっていう家からね、まあ、ちょっとまあ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 近いあのスーパーがあるんですけど、すごい美味しいんですよね。安くて美味しいんですよ。でそこで今日は買ってきましたお弁当でございます。食レポをねしていきたいと思います。僕の苦手な食レポですけれども、まあお付き合いいただければと思います。こんな感じです。380円ぐらい、まあ 20% オフなんですでございます。美味しそうでしょ。でそれではいただきたいと思います。タルタルソースもねあのついてる。早速いただきます。実食、よいしょ、いただきます。タルタルソースをねちょっとつけていただきます。うん、うまっ。まあ間違いないですね。かき飯もいただきます。うん、ご飯自体に結構しっかりと味がついてますね。ではこのかき、かきねいただきます。うん、うまい。これはこれでうまい。ご飯が進みます。うん。美味しいね。この僕の大好物のカキフライが5つもついてくるっていうのがね、また嬉しいでございます。最近ありがたい話にね YouTube チャンネル登録者数が増えてってるんですよ。でね、なんか7000人を今年目標にしてたんですけど、まあ、もうちょっとで7000いきそうなのでね、まあ一応じゃあそしたら目標更新で8000人にしようかなってちょっとね欲張ってはいるんですけど、果たして目標達成なるかということでね、頑張っていきたいなと思っております。そのためにもですね、しっかり牡蠣で栄養を取らせていただいて、後半戦も11月もね後半頑張っていきたいなと思います。今日ね11月15日なんですよ。まあいつこれオンエアするか分かんないですけど、オンエアって、まあ、そんなに大したことはないんですけど、これ300円、380円とは思えない。美味しい。まあ 20% オフですけど、もともとがね安いんですよ。もともとが480円です。それでも安いよね。
コモディだよね。安くてうまいと思う。うん、いろんなお弁当あるしね。うまい、間違いないね。うまい。だって全部合わせると8個も入ってるよ、牡蠣。うん、でさ、なんかちゃんとこれね、ちょっといろいろついて、うん、これまたリピートしちゃうな。明日多分あっても買うと思う。コモディだろ、弁当牡蠣、これすごい美味しいわ。あの、季節限定なんでね、ぜひ皆さん近くにあるときは買ってみてください。うん、うまっ。今ね、暖房つけてて、その風でこのビニールが揺れてたんですね。これ何かというと、あの、腰の痛みを取る湿布だったんですよ、ね。それのカサカサ音がちょっとうるさかったので、ちょっとどっかやってきます、ええ、だいぶね、腰の痛みも取れてきて、うん、まあマシになったんですけど、まだもうちょっとかな。よいしょ。うん、うん、うまい。2種類のね、全然違う牡蠣の味を楽しめるので、すごいね、おすすめです。ほら、まだいるよ。すごくない？多いよね、すごい多いと思う。牡蠣フライ5個だからね。よいしょ、よいしょ。タルタルソース、僕タルタルソース大好きなんで、たっぷり乗せてね、いただきます。うん、うまい。うん、うん、うん、ごちそうさまでした。いやー、満足満足です。まあ、このお腹も分かるとですね、ちょっと食べ過ぎなんですけれども、いやー、めちゃくちゃ美味しかった。ごちそうさまでした。牡蠣フライ定食かな、定食じゃない、牡蠣フライ弁当でございました。コモディだで期間限定で売ってるみたいなので、ぜひ食べてみてください。うまみをぎゅっと閉じ込めました、こちらのお弁当でございました。ね、いいねと思って。あ、たぬきうちチャンネルはですね、この六尺くんどしの締め方とか、あとは着物の着方等を紹介しております。いいねと思ったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。それではまたどこかでお会いいたしましょう。たぬきちチャンネルでした。またねー。